私たちのプログラムは人類史の中における資料最終民の位置づけを人類の最も初期的な形態にとどめるのではなくてもっと長期的な歴史を持った文化的にも変異を持った持続的に継続してきた人間の生活スタイルとして再評価することを一つのテーマにしています。当然資料最終民としての先住民族の歴史がどういう背景を持っているのかこれを解明していくことは大きな研究の柱です。 とりわけ私たちが今いる北海道日本の,の北部の中ではアイヌ民族がどういうふうに形成されてきたのかということはまだ多多くの部部分分ででわからない部分が多いがけですでその背景には北海道だけではなく大陸を含めた周辺地域とのに生活する集団との交流があるわけですしまた本州の南部の日本の古代国家中世国家との交流というのも当然重要になってまいります。 そう考えてきた時にアイヌ民族の歴史を解明していくということは当然私たちのプログラムの中ではとても大きな位置づけを占めることになります。